Jalen, you've been going crazy. Back in with a video, we're going to be reacting to Dragon Ball Sparking Zero Budokai Tenkaichi. If you're new, subscribe to your boy. Yo, I can't wait for this game. Yo, I cannot wait for this game to come out. Hey. Yo, as you know, I did play Budokai Tenkaichi 3, and I will be playing this. If it's gonna be on the channel, I will put it on the channel. My power. Like, look! The horrors of hell. Look! Look at the masterpiece! Shaking the earth! Getting crazy! Vegeta get his ass beat every single time! And Broly break the heavens! I love Dragon Ball! Oh yeah, also, Reggie P's that man's Akira Tokuyama. That man was a GOAT. He still is a legend. If y'all don't know what I'm talking about, the creators of Dragon Ball. 皆さん、こんにちは。ドラゴンボールスパーキングゼロのメインプロデューサーの古谷と申します。本日はよろしくお願いいたします。先ほど皆様に見ていただいたのは、昨年12月のゲームアワードで正式発表されたドラゴンボールスパーキングゼロの初出トレーラーでした。Yeah. 今年の1月、ドラゴンボールゲームズバトラワー2024では宿命のライバルである悟空とベジータにフォーカスしたトレーラーを公開しましたので、okay. もし見逃された方がいましたらぜひともご確認いただけると幸いです、たくさんのファンの皆様からの温かい声を聞いておりましたので改めてこの場をお借りして感謝申し上げます。ドラゴンボールスパーキングゼロは単なる新作のゲームではなく、欧米では武道会展開地として日本およびアジア地域ではスパーキングでおなじみのシリーズ最新作となっております、そして本日はバトルシステムに関して初公開となるゲームプレイ映像とともにそのユニークなメカニズムを明らかにしていきたいと思います。それではまず悟空とベジータによる激しいバトル映像を見ていただければと思います。どうぞ。Let's get itI will defeat you this day. Oh, okay. Okay. Oh, let's get it. I won't be losing this one, Vegeta. Oh, okay. Let's go. Oh, damn. All right. Okay. Yo. Yo. Damn. Hey, Goku. Please. Damn. All right. Damn. Weep. Goku, please.Don't get beat by the king of getting loose. The king of losing. Cause he ain't no prince or saiyan. Oh, that shit curved! Oh, that shit curved! Oh, damn! Oh, yeah.Oh, so as you lose health, the clothes get torn more. Makes sense. All right, Goku, come on. Let's get active, Goku. Damn, that nigga whooping your ass. Hold on. Final flash already? Hey. Oh.Oh shit! Oh, that's cold. What I'm capable of? Oh, that shit cold. Yo. No hard feelings. Okay, bet. Damn. Oh hell yeah. Yo, this game, this hey, Budokai Tenkaichi 4, looking clean.To go. Oh, okay. Alright. Damn.
Yo, hey, I might get active with this game with my friends. Not gonna lie. Damn. Okay. Oh shit. Hold up. Hey, hold on. Oh. Oh shit, we clashing? Oh shit. Yo, nah, we clashing? Oh hell yeah. Hey. That okay with you? Yeah, that boy. いかがだったでしょうか。まず本作はやはりシリーズの正当進化作品ですので、過去シリーズのいい点はそのままに残しており、引き続きドラゴンボールらしい縦横無尽でダイナミックな 3D アクションバトルをお楽しみいただけることを念頭に開発を進めております。ラッシュ攻撃や派生コンボによる近接格闘だけでなく、ドラゴンダッシュを使った高速移動やファンの皆様なら思わず懐かしんでいただけるような伝統のカウンターシステム、そしてさらには激しい肉弾戦や硬派の打ち合いを楽しめるインパクトアクションなど、派手なバトルシステムはそのままに、バトルのやり込み要素だけではなく見ているだけでも楽しめるよう演出にも気を配っています。アルティメットブラストはまさにそのうちの一つで、最新のプラットフォームだからこそ実現できるド派手演出となっています。このゲームで実現させたドラゴンボールらしいダイナミックかつ激しいバトルを存分にお楽しみいただけると嬉しいです。そしてシリーズとして大事にしている要素だけでなく、せっかくのゲームプレイ説明の機会なので、今作ならではの新要素もお伝えできればと思います。まず先ほど基本的なメカニクスはシリーズからその DNA を受け継いでいる旨をお伝えしましたが、ドラゴンボールアクションの爽快感やダイナミックなバトルを表現可能にするためにはどうしたらよいか議論を重ね、いくつかの変更や新要素を加えました。 I'm reading the subtitles because this is Japan, Japanese。 今回はその中から4つほど先ほどお見せしたバトルの映像を使用しながらお伝えできればと思います。大きな変更点としては、通常移動を高速化して前作のダッシュ相当のスピードにしつつ、これまでダッシュとして使われていたボタンで瞬間的に高速で動くことができるショートダッシュを行えるようにしました。これによってより柔軟な移動や動きながらの攻撃など複雑なアクションが実現できるようになりました。ショートダッシュで相手の攻撃をかわしたり、動きつつため攻撃や気弾攻撃につなげたり、ドラゴンダッシュにつなげて一気に大きく移動したりなど、プレイヤーのスタイルに合わせて様々なアクションができます。また基本アクションだけでなく、戦闘中に時間でたまるスキルストックを使ったアクションを追加しています。相手の攻撃を食らいながらも反撃するリベンジカウンターは、原作でもよく描かれているやられながらも攻撃を繰り出すようなよりドラゴンボールらしい高速な攻防が可能になるアクションです。様々な攻撃に備えて反撃ができる当て身技の超見極めでは、一部の気候波形のスキルをも弾き飛ばすことまでできるようになっています。いずれもスキルストックが必要で、 that freaking swiping away, it actually useful as hell, not gonna lie. ないと発動できないもので、ドラゴンボールらしいアクションを楽しみながらも戦いの選択肢を広げて駆け引きの面白さを深める新要素となっております。さらに瞬時に接近して吸収できるバニシングアサルトというものを追加しています。発動には一定量の気が必要になりますが、これは遠距離攻撃をするか接近戦に持ち込むか悩ましい中距離における新たな選択肢としてきっとお楽しみいただけると思います。これらの新規要素により、バトルをよりドラゴンボールらしくより戦略的にお楽しみいただけると思っています。今回のデモンストレーションでスパーキングシリーズファンの皆さんが疑問に思っていたことに対しては、しっかりお答えできたのではと思っております。またドラゴンボールらしいド派手な 3D バトルゲームを求めていたシリーズ未経験者の方々にとっても興味を持っていただくことができたのであれば幸いです。バトルシステムに加えてもう一つ強調したいポイントを挙げさせていただくと、やはりキャラクターは見逃せないかと思います。これまでの映像では新キャラクターや再登場キャラクターを多数紹介してきましたが、
アニメドラゴンボールスーパーからもキャラクターが登場します。またこの後すぐに最新のキャラクター PV を初お披露目さ、So are you gonna have like Beast Gohan and Beast Piccolo? させていただきます。 Like what about the movies? ドラゴンボールらしいダイナミックで迫力満点なバトルを皆様にお届けできるよう開発に取り組んでおりますので、今後ともぜひドラゴンボールスパーキングゼロにご期待ください。それではどうぞ。 Okay. Oh, oh, more trailer. Hold on.Hold on! Oh, okay. Hold on. Trunks? You'll soon understand the difference in our power. Oh shit, we got Trunks? Our speed is unmatched, even among the prime team. Who the keep up with me, Dispo? 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 This is the true might of a Super Saiyan strength. Hey, hold on. Hey.Like、oh, I remember her. I don't know what movie or episode or series she's from, but hey, I know her. Okay, Master Roshi. I'm old. Big Master Roshi. Hell yeah. Creator of the sacred technique. Yeah. Nappa. Bo. Let's all agree. Nappa was a sorry ass character.Like, I'm being completely honest with you. You rolling with a kid, bro? You're sorry. You got beat by kids. You got beat by Goku. Whether it's this universe or another, and better, you too. I don't think I'm gonna follow your orders for the rest of my life. Size means nothing when you're as quick as me. Oh, shit. So he's never had the whole Genki Force? Evil.Erase. Tabo! This rampaging monster must be taught a lesson! Come hey! Jace! Yeah! Bro, Jace is like a favorite of mine. Let's do it up! Oh shit! Are y'all Gojo? What? Hollow red? Hollow blue? Hollow purple?Like, what in the freaking Gojo? Oh? Kale? Kefla? Broly! Are you done? Big Broly. Yo. Better wrap this up quickly. Oh, hit! Yes, sir! You can enter my crosshairs and just walk away. Bro, hit Vaj, fuck! You cannot win.Oh, he's too far. Oh, hell yeah. Oh, hell yeah. Good grief. Looks like we've awakened a real bona fide monster. Oh, that's far. Release date? No release date. Okay. It's been your boy.